ナイアガラ川は五大湖のエリー湖からオンタリオ湖へ流れる河川である。五大湖、セントローレンス川水系の一部を成している。また、アメリカ合衆国ニューヨーク州とカナダオンタリオ州の国境線、宗教線を形成している。途中にはナイアガラ滝がある。ナイアガラの語源については、ナイアガラの滝語源と歴史を参照されたい。 海峡と記されることもある全長5 8トルのナイアガラ川は、エリー湖とオンタリオ湖の間の地峡を分かつように流れている。エリー湖の起点とオンタリオ湖の河口とには9 9ルの標高差がある。地峡にはナイアガラ崖線が通っており、ケスタ地形を形成している。ナイアガラ滝はナイアガラ川がケスタの急外に差し掛かったところに形成されたが、 12000年に渡る侵食により、滝は崖線より1 1トル上流に移り、滝から崖線までの間に渓谷が形成された。川の落差は水力発電に利用されている。古い発電所は、ジョン・モルガンなどの出資で1895年8月26日に運転を始めた。新しいものだと、 カナダ側には1922年及び1954年にアメリカ合衆国側には1961年に水力発電所が設置された。これらの水力発電所は合計 4.4GW の電力を生産している。また、これらの水力発電所のダムができたことによりナイアガラダ気下流における侵食のペースは大きく抑えられた。アガラ側の主要な支流としては トナワンダ川とウェランド川の2本が挙げられる。トナワンダ川はエリー運河の一部になっている。エリー運河はナイアガラ川の中洲であるグランド島の近くを起点とし、ニューヨーク州北部を東西に横断してハドソン川へと通じている。一方、ウェランド川はウェランド運河の一部になっている。ウェランド運河はナイアガラ滝を回避して、 エリー湖とオンタリオ湖の間に船を通すことができるように作られた拷門式運河である。ナイアガラ川の左岸はカナダ、右岸はアメリカ合衆国の領土になっている。エリー湖の起点付近にはニューヨーク州第2の都市バッファローが位置している。ナイアガラ滝の両側にはオンタリオ州ナイアガラフォールズとニューヨーク州ナイアガラフォールズの双子都市が形成されている。 ナイアガラ滝は中州のゴート島でアメリカ滝とカナダ滝の二つに分かれているがゴート島そのものはアメリカ合衆国側にある。ナイアガラ側の周辺はフレンチ・インディアン戦争、独立戦争、米英戦争などの戦場となった。起点近くのエディトリデ、川口近くのジョージトリデやナイアガラトリデといったトリデはそういった戦争において重要な役割を果たした。 これらの鳥では、現在では、史跡、公共緑地となっている。南北戦争以前は、ナイアガラ川は、南部から逃亡してきた黒人奴隷にとっては、オハイオ川と並んで重要な意味を持っていた。南部の奴隷州から逃亡してきた奴隷を自由の身としてくれるのが、オハイオ川であるならば、差し詰めこのナイアガラ川は彼らの自由を保障する川であった。オハイオ川を渡って、 北岸の州、特に、オハイオ州にたどり着いた奴隷は、地下鉄道によってさらに北へと秘密裏に逃亡を続け、カナダを目指した。南部の農園主がカナダから奴隷を連れ戻すことは、禁じられていたからである。オンタリオ州南部には、こうした、逃亡奴隷が住み着いて形成されたコミュニティがいくつも、ある。一方、ナイアガラが化繊とナイアガラ滝は長い間、水上交通の阻害要因であった。 古くは、ナイアガラ滝を挟んで、連水陸送のための道路が用意されていた。貨物を船から降ろし、陸路で輸送した上で、別の船に積むための拠点として、カナダ側にクイーンストンとチッパワーの村があった。1825年に、エリー運河が、1829年に、ウェランド運河が開通すると、ナイアガラ滝を避けて、エリーことハドソン川の間、 また、エリー湖とオンタリオ湖の間に船を通すことができるようになり、大西洋とエリー湖が2本の水上交通路で結ばれた。ウェランド運河は、その後三回ルート変更がなされ、1932年に開通した第4運河が現在使用されている。1918年、浚渫作業を行っていた鉄製の橋気が流出して、南下。 滝から約600メートル上流の国境付近の岩に引っかかり100年以上の間姿をさらすこととなった。2019年10月31日、強風と豪雨のため、橋家が回転するように移動、カナダ滝に近づいたことが確認されている。ありがとうございます。